はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は耕作放棄地やってまいりました。というのもですね、昨日の夜ですね、私の地方雨が降りまして、今路面が濡れてるんですけど、大岸の方もちょっとやりたいんですけど、ちょっと濡れてるんで、まあ、あの足場ですのでちょっと危ないので、まあ今日はちょっとここの耕作放棄地に竹があるんですけど、明日ですね、あの私の畑でミニ門松を作るっていうのがありまして、その竹をですね取りに来ました。前回まあどれぐらいあの耕作放棄地の荒れ地が復活してるかっていう動画を上げたんですけど、まああれからまたちょっと時期経ってますので、またどんな状況か見ながら、細い竹、もう素竹はまあうちの方にあるんですけど、細い竹をね取りに来ました。ミニ門松の作り方などは純子さんのトヨタマ散歩の動画で紹介してますので、まあそういう風なミニ門松を作るっていうのがありますんで、その細い竹をねちょっと今日取りに来ました。ということで、また耕作放棄地の一番谷の一番下に今いるんですけど、ずっと上がりながら状況見ながら、あの上の方にいい竹があるので、そこまで行って竹を切り出したいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。では早速ずいずいと上がっていきましょう。はい、それじゃあ行きましょう。この辺はなんか大丈夫な感じやけどな、入り口やっぱいかんな。今年はここからやっていきます。ここはね親戚のうちの田んぼですけど、まあ、ちょっとお話をして草枯らしてっていう風にあのお伝えしてるんで、今年はここの2段からやっていきます。1個2個で、その上にうちの田んぼがあの3段あるんで、このエリアは5段やっていこうと思います。ここはね、カヤがもうほとんどないんですけど、まあ、草だけでも切ろうかなっていう感じですね。はい、はい、じゃあ上がっていきましょう。道がなくなってきたな。こりゃすげえわ。でも去年よりはいいですよね、やっぱり見ると。去年よりはいいです。はい。
か通ってますね。竹とかを切ってますもんね。竹あるな。はい、ここはね、誰か田を起こしてますね。なんか唯一なんか。田んぼではない感じですけど、起こすだけ起こしてるんですかね。なので、なのでここ切ってますね。この辺は草切ってますね。やぶ到着。はい、ここが私のところのまた上の方の2段ですね。ああ、貝生えてるな。生えてますけど非常に雑草が多いです。もう貝生えてるな。あー、でもなんかか細いな。ちょっと今年はカヤにするのは無理かなって感じやな。今年もう一回切りましょうかね。そしたらいいカヤが生えそうな感じですね。はい、じゃあここの良さそうな竹を見て切り出していきましょう。はい、それじゃあ切り出していきましょう。今日はこのポールソー使っていきましょう。この前ね、ちょっと木の下地気になってちょっと曲がりました、これ。はい、まあでも使えるんで、まあ、また修理せんといかんけど曲がりました、はい、まあでも使えます。じゃあこれ使っていきます。ベルト忘れたな。
まあ2本ぐらいでいいのであっちゅう間に終わりましたけどね。はい、じゃあトラックのところまで持ってきましょう。じゃあレシプロソーでいい長さに切っていきます。なんか枝を少し残すといいけどな。枝も門松に使えるもんな。こんなん軽トラ乗らんもんな。あ、片っぽだけ切ろうか。片っぽだけ切ればいいな。片っぽだけ切れば軽トラ乗るわな。でもこんなのに怪しまれるか。まあいいわ。まあよかろう。これは2本じゃ足らんな。もうちょっと切り出しようか。はい、4本切り出しました。まあ、それぐらいで大丈夫と思います。もう葉っぱも落としました、はい、なんか葉っぱを出して走ってるとかっこ悪いけん、もう落としました。こう見ると竹もなんぼであるけんど綺麗な竹ってないよな。なあ、なんか黒いシミみたいなのがついてますけど、まあ竹の種類にもよるんかもしれんけどな。ボデンあるけどな。あとポールソーこれちょっと曲がったな、はい、今日せっかくここまで来たけん少しはやろうかな。ここはい、ちょっとの時間でしたけど簡単に取れましたけど、まだ朝早いのでせっかく来たので下から少しねやろうかなっていう感じですね。せっかく来たんでね、まあポールソーも持ってきてるんで、まあ高い竹とかも切れたらいいかなというふうに思いますんでね。まあこの後、ちょっとコーヒーでも飲んでゆっくりして、それから作業に入ろうと思います。今日もですね非常に単調でしたけど、お正月用のミニ門松の竹、細い竹、これを耕作放棄地に取りに来ました。こう見るとですね、いろんな資源があるんかなというふうに思いますね。まあ、活用するものは活用できるっていうか、まあただ単に切って捨てればゴミですけど、それを再生すればなんか宝のような商品のような、ミニ門松の竹を取りに来ましたの動画でした。長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。